転換やってるんですよね。転換。すごいなって、ここに行っちゃったら来ないんですよね。だから自分は安定してんの。自分が安定してるのが目的ですから、ここをやっつけるのが目的じゃないんですよね。だから そこを前から言ってるんですけど、こうすごい力で来たら自分が安定してるのが目的だから、自分が安定してる。でここは気にしてないって言ったらいけないんだけど、感じてる。で自分が安定してるのが目的だってことね。これやっつけるのが目的じゃないって、そういうことだけ考えてるんですよ。でやっつけたら勝ちじゃないの。やっつけたら勝ちっていうふうにみんな思ってるんだけど、自分が安定してるのが勝ち。自分が安定して彼が崩れちゃった。そういう形ね。そういうことでやってるんですから、目的っていうのは自分が安定してるのが一番優先。優先順位が一番。それがなんていうの？それが勝ちなのね。だから優先順位通りでいけば、自分が勝ってるっていうふうに思って、やっつけることじゃないってことね。それだけ。じゃあやりましょう、転換から。じゃあ次やります。安定してないのはどういう状態を言うって言ってるんだけど、これ安定してないのね。やっつけようとしてるから。で自分はやっつけようとしてないの。ただ後ろに入って、こういうとこ自由っていうな、こういうところに来ちゃったら自由を束縛してるって形ですよね。自分の自由を束縛、入れないんだから。だからこうやられちゃってもいいの。やられちゃっても途中までやられてんだけど、これ以上はやらせないよって思ってんの。そしてこう傾いてきたんだけど、オセロじゃないけど、そのまま自分の姿勢をまっすぐにして、そのまま入っていけないから、ちょっとやられてこう入っていく。でこういうふうに、なんていうのかな、ちょっとやられてもいいから、こういうふうに入っていく。で安定してる、そういうふうにやってるのね。うまくいかない状態っていうのは、こういうふうに持たれて、ここを競い合う。彼の方が強いんだから、うまくいくわけないよね。でこういうふうに気にしないで、こう入って、こうね。でこう来た時に自分が安定してるっていうのは、それが優先だから、こうやっつけることじゃないの。だからそこだけ、やっつけれないんだから、だからこうに入って、でこう入って、で自分が安定してる、そういうことだけね。でこう来たら、ここをやっつけようと思ったらやられちゃうの。だからやられないの。で自分が自由に動いてるってこと。こういうとこ自由で、こういうところは無視してると、自然とこうで自分が安定してる。でいいかな。じゃあ分かんないって、どうすれば分かるのか分かんないんだけどね。どうすりゃ分かんないよって。ここを競わないで自分が安定してろって言ってんの。それしかないんだけどね。安定してるってのは左右対称とか関係ないの。自分が安定してることだけ考えてんの。自分が安定してるのには、こういうとこ行っちゃったら負けちゃうんだから、だから自分が安定してんの。自分が安定して、それで例えばさ、こういうふうに来てさ、でここでやって足を止めちゃったら不安定なの。だから足が自由だから、こういうふうに入ってるって、そういう形ね。分かった。ちゃんと立ってられるっていう感じどうすれ、安定してるって表現はちょっと僕にとってしくないまっすぐ立ってる。まっすぐ立ってられるのが大事ってことです。その力んでるとこう斜めになっちゃう。そうそうね。こういうとこだから見てないってこと。見てたら傾いちゃうね。見てないので、自分がまっすぐ。こう自分がまっすぐ。まっすぐってのはみんな上だとあっちだと思ってるけど、こうね、こっちが上なの。
で陰陽って言って話ありましたよね。地面と、で地面はここ、地面はなるべく近い、こっち地面じゃないっていうことは、地面はここなの、ここなので、天の上の手はここなの、ここ、ほら斜めじゃないの、斜め向こう行かないよね、上だけど、上はこっちなの、こっち、そういう形ね。そしてまっすぐ立ってる、じゃあ陰陽なんだけど、上はこっち、真上ってのはだ、その天井のそのぼちぼちいっぱいあるけどあっちじゃないってことこっちで、下は畳いろいろ模様あるけど、こっちは下の方向だけど、方向下じゃないの、下ってのは自分の立ってるとこだから、立ってるところに下に落としてるってね、下ってここ、ほら立ってるところに落としてるの、ほらだから落ちてるの。そして上はこっち、上はまっすぐ、そういう形ね。じゃあちょっとどうしようかな。あ、じゃあ下こうやって落としてもいいし、上こうやって上げてもいいし、あの回ってもいいし、そして自分がまっすぐで、ちょっと四方投げやってみようか。いろいろその伝え方がね、問題あるかもしれませんけど、あの素人ですから我慢してね、そこはうまく補ってもらいたいんですけどね。要は足が止まってると下って言うと、下ここらのね、でもそっち行っちゃうの、ほら半径だ、こっち行っちゃうのと、これはダメでしょ、曲がってるから。僕の下はここなんだってことは、この手に対して落としたいんだけど、落としていくとほらこっち行っちゃうの、彼の方が強いからこう行っちゃって、だから自分が先に入るってこと、自分が先に入るってこと、そして真下に落とすの。自分が真上って言うと、ここ硬いんだけど、上って言うと向こうだと思ってるけど、上はこっちなの、でもこっちはやれないの、これ硬いから、ほら上がらないんでしょ。だから上に持ってくために自分が中に入ってきて、それから万歳してんの、と真上なの。そしてこういうところが硬いの、硬いと動かないの、この線よっかかっちゃうの、ここは支えにしてんの、支えないので、中に入って、そしたら真上させるんだね。そういうふうにやった方がいいんだけどね、ちょっと難しいんだよね。こうね、こうで背骨に近いの、背骨体側に近いの、こう顔に近いの、ビール飲むの、こう近いの真上のそれで落としてる。こういうとこが自由なの、こういうとこ自由にしないと硬いの、硬くて斜め上っていうと上、こっち下、そうなっちゃうの。ここが自由だとこうやって下ほら自分上ここ自由なの、こういうとこ自由にする練習だから、それがいくら上っつってもね、上そっちじゃねえよって言われたの昔。俺は上やってるつもりなんだけど、お前上そっちじゃねえよ、上はこっちだよって言われたのね。でそれ確かなの、それは力が入ってるってこと、入ってるから上は向こうになっちゃうの。上はこっちなの、こっちほら足が自由だから上。それで下落とした、そういうふうにやった方がいいんじゃないかなと思うんだよね。わかる、完璧です。あ、完璧だ。じゃあもう少しやりましょう。あのね、体側に近いの、体側に近いっていうのはこうボディに近いの、背骨に近いの、こう手それじゃないと真上行かないの。離れてたら上こっちじゃない、でもこういうふうに来てね、近く来てると自分に近いじゃない、だから真上って真上なの。ほんで真下ってのは真下なので、真下って時に、真下って時こうやって入ってきてもさ、足を止めてると下はこっちになっちゃうの、ほらで下はこっちなの、 こっちだってずっと近い、体側に近いとほらこうなってきて、
こうなってきて、自分の足元に落ちてんだよね。でも離れてたら、離れてたらこっちだから、こう、でも力が自分が自由に動いて体側に近いで、こうほら近いの。だから体重使えるの。こうやってやったら できないの。こうやってやったらできない。できないんだよね。こう体重使うには自分の体側に近い。上げるときも下に下げるときも。だから体側に近いようにやって。もう少しね。もう少し。じゃあ次やりましょう。でみんな競わない。こうやって持たれるとこうやってこういうとこ競っちゃうから。そういう訓練受けてっから。もらうってこれもらうの。もらう力いらないの。これ競ったら僕が強ければ彼が勝つ。でも離すことはできるね。これ痛くすると嫌だから、これ離しちゃうの。離しちゃう。おっとってなっちゃう。でも痛くしないの。痛くしないよ。こう入ってんの。痛くしないでこうやった。痛くしてないの。だから離せないの。これ次どうするかなって話してもいいよ。話してきたらこうやっちゃうんだから、こうやってやっちゃうんだから。だから話せないの。話せない手でやってんの。でこう下入っちゃったの。ここ痛くしたらバレて、こう競争しに行ったら話すのも自由。彼は話すのも自由。力入れるのも自由。合気道ってね、お互いの銃の競争なんですよ。銃の競争で、なるべく近い、体側に近い、そしてもらってる、そういう形じゃない。これ離したらやられちゃうんだよね。やられちゃうんだよ。だからさ、なるべく彼の主張をもらってんの。それで体側に近いの。体側に近いと彼はなんていうのかな、体側に近くないときは、じゃあそうだけど、こうやって話してれば優しいの。こうやってやると厳しいの。痛いってね。でもやりすぎちゃダメ。やりすぎるとこうやってやったらもう歩いて行ったら離しちゃうんだから、手ほら。だからそれは彼と稽古をたくさんしてるとどのくらいやったら分かる。こう手離されたら終わり。だから離されるのをこうやって待ってるとね、こうできるね。それは稽古してないとダメ。だから吐くの稽古は大事っていう、まあそういう話で、こうで足を止めたりして、まあ、なるべく入ってきて、こうじゃあこうやってね、こうやってちょっと失敗。あ、それからね、失敗するのはすごくいいこと。気づいてるから、気づかせてくれるから、彼が。あ、失敗したって、例えばこう離れちゃった。離れちゃったら、彼が教えてくれたの。これ離れて、こうやってさばいたらお前、離れちゃうんだよって、教えてくれてんの。で、教えてくれ、嫌なやつなんだけど、教えてくれたの。そういうふうに思って次は離れないように、こうやってやってんの。そして、ね、こうやったらこれが来ちゃうよって、こうに来ちゃうよって思ったら、あ、来ないように。入って、それで落とす。教えてくれてんだから。だからそういうことを、相手は教えてくれて、相手は自分の先生、すべて先生だって言ってんだけど、そういうのを実感するっていうのはね、合気道、すごくいいと思うんで。いろいろ、こう、実感してんの。実感して、ほら、離れちゃった。今離れちゃったよね。離れちゃったよ。こうやって回ってくると思ったけど、離れちゃった。こうなっちゃった。こう傾いてるな。あ、まっすぐ。もっと近いな。近い。そして、まっすぐ。下ろす。こういうことを気がつかせてくれるのは相手だから。だから失敗するのはすごくいいこと。失敗しないとなかなかわかんないから、人はってね。失敗し、力入りすぎてる。そうすると真上、そして足を自由に、そして下で、こういう形ね。で、そういうことを気づかせてくれるのがその稽古だから、お互いにいろんな人と稽古して、失敗して相手から学んで、
その自分のやり方まずい点学んで少しずつ改善してほしいって、そういう話ね。じゃあ少しあのなんだっけ、はい、なんだっけ、あの塩投げか、塩投げ、また塩投げになっちゃう。じゃあ今度はこう後ろ通って、こうね、後ろ通って、こういうね、後ろやりましょう。こうやって後ろ通って、こう下に落として、そしてそうそう上がってくるの分かってるから、こうやって出すっていうか形、後ろ、その時になるべく近く、こう離れちゃったらや、こう仕返してきてやられちゃう。だからすれすれにこういうふうに入るってこと、そう落として、すれ違いざまに落としてるの、そしてすれ違いざまに落として、なるべく自分の中心に近いところを落として、真下に落として、でここにいたら起きてきた時にやられちゃうから、彼の後ろに死角に入って、ここでリカバリーつくの分かってんだから、そういう形ね。そうで死角に入って、で死角に入って、ここにいたら起きてくるんだよね、起きてきたらやられちゃうんだよね、あーやられちゃう、だから後ろ入ってんの。そして起きてきた時にも、そうこういう自分の自由、そういうことね。じゃあちょっとやって、あのね、崩そうと思ってんだよね、こうやってやって、この手を、これは崩れないから彼、ほら全然、ほら僕がこうやってやっても崩れないぐらいなの、丈夫なので、体の方が筋肉があるし、どんどん崩れないよ。でもね、でも自分が通り抜けるだけなんでしょ、通り抜けるだけ、ここにいたらやられちゃうから、これやられちゃうから、やられちゃうから、ここを外してこうやって入ったの、そしてこういうふうに来たの、そう崩れたよ、これ崩そうと思ってたら崩れないんだから、こうやってこれ崩した、崩れて、すごいだね、疲れちゃう、じゃなくて通り過ぎるだけ、通り過ぎたの、ほら通り過ぎた、でいつの間にか崩れてきた、そうしてほらリカバリーしてくるから、僕は上げて下げてるだけよ、下げて上げてるだけ、決して彼を崩そうとか思ってないし、思って通り過ぎてるだけ、通り過ぎてへその前に通り過ぎて、そして起きてきたらこう上げた、こうやってね、入ってきて、こういう形ね、こういう形、そして後ろ来たら、起きてきてる時にいたらやられちゃうの、だから四角にもらって、そして起きてきたら上げて、そして出てきただけ、邪魔してないの相手にね、ただ通り抜けただけ、ただ落とそうと思ってないの、ただ通り抜けただけ、だそういう意識でちょっとやってる。今の話、こうやって相手がこうやって来るよね、で彼が向こうにいたんじゃ、あの引きずり落とす形になっちゃうの、こうやって引きずり落とすので、じゃなくて自分はこういう形でこういうふうに落としてんだから、で自分のここが下だって言ったですよね、ってことは抜けてんの、こうやって抜けてんの、そしてここなの、ここで、ここにいたらやられちゃうんだから、いやここにいたらここにこうやって抜けてここに落としてくるよね、そしたらやられちゃうの、だからその時は落とした時はいないの、自分は向こうエスケープしてんの、エスケープだよ、ここいいよ、落としてきたの、落としてきたらエスケープしてんの、エスケープしてこういう形にこういう形にしてんの、じゃないと待ってたら来ちゃうんだから、だから下に落とすんだけど、落とした時はそこにいないってこと、それから自分のこの体側に近いところ、なるべく近いところを落としてる、こう遠くじゃない、こう遠くじゃない、なるべくここのこの下、真下に落としてるの、ここに落としてるの、ほらほら落とし、それで上がってきたのを自分がいないでこうに崩してるって、そういう話ね、そういう話で入り身投げ、あともう一つ、じゃあこう正面打ってきました、で今度じゃあ今度はじゃあこの手嫌ですよね、だからこうやって受けちゃったらやられちゃうってこと、こうやってやられちゃうってこと、だから天の地の手、天の
手って真上だけど、真上にこうしたら真上に出すの。そうするとこうなってこうで、この手をこの手の攻撃もらっちゃったら終わりだから、この手見てんので、まっすぐ出すの。そうするとこうなっちゃったので、真下に落とすの、まっすぐ。あうめ、こう来た時にこの手を見てるとこうなっちゃう、こう来ちゃう。だからこうこっち見てんの。そうするとこの手でこの手を防いでくれる、一緒に。こういうふうにこの手が来ないよね。ちょっと難しいんだけど、難しいんだけど、まあいいや。まっすぐ上げてんの。そしてこうちょっと難しいね。じゃあいいや、こうじゃあ打ってくるのは難しいから、こういうのね、こう戻して、でこの手を止めるの、この手ここにいたらやられちゃう。でもこういうふうに出すの、こういうふうに出すの、こういうふうに出すの。これ待ってればこういうとこ来る、待ってればこういうの来るな。だからこうやってやったらすぐ落とす。ちょっと失敗ね。こうやってやってて、そしてこうちょっと失敗ね。いっぱいこうやってこうやってくると、ほら彼は腰回ってくるよね。それでこういうふうに出す。で一挙やりましょう。じゃあこういう、この手を止めるためにこうに入る。この手を止めるためにここに入る。そしてこっちから入る。あ、ちょっと、これ手は押していくと向こうに逃げちゃうから、この手をこうやってやって、こうやって入る。そう。そして下に落として。この手を見てて、あ、この手を見ててこう止める。で、この手来ない。で、こっちからこう。で、こう入る。こうゆっくりやりましょう。この手を止めるために、それで正中線ね、正中線、自分の正中、こうじゃないでしょ、こうじゃない、正中線。それであの手を止めてる。来た時はこの瞬間は来ないから、で待ってりゃ来るの、ほら来るの。でもこの瞬間は来ない、だからこういうふうに入って重心をもらって、こういうふうに出していくって感じね。じゃあこの一挙やってみましょう。こうやって来て、この手止める。そしてこうやってやって、こうやってまあ輪印もらって、じゃあ一挙やってみましょう。ちょっと難しいけど、もう一つ、こういうのこう裏に入れば簡単なんですよ。裏に入れば簡単。でも表にわざとこっちから入るっていうのは、こうやってこう、それでこっちから入るっていうのは裏に入れば簡単。でも表にわざわざ入るっていうのは難しいからやってんの、こうやって難しいから。そういうことね。わざわざ稽古のためにやってんだから、こうやってやってきて裏に入れば簡単なんですよ。まあそういう話ね。じゃああと45分ですから、こういう、こうまっすぐね、まっすぐ、こうまっすぐで体側に近い、頭に近い、でこうあんまりこういうふうにこうやって突き合ってやられちゃう。だから突き合わないでこういうふうにこう体側こう突き合わないのね、突き合わないでこういうで来たら、こうで来たらこう体側に近いのね、体側に近いのね、こうに近い、そしてこうに出てくるって、そういう形ね。じゃあやってみましょう。どうぞ。